何度か話したと思いますが、私、特撮も好きなんですよね。そう、新仮面ライダーが、早くもアマゾンプライムで見れるようになったので、早速、見てみたのですが、私の好きな仮面ライダーじゃなかった。ストーリーが、後半から意味不明になっていました。皆さんの感想を見てみると、好き嫌いが分かれているようですが、私は、残念な方だったな。言いたいことはたくさんありますが、朝ドラの動画なので、爛漫に戻りますね。前々から思っていた疑問なのですけどね、植物学って何でしょうね。新種を発見したからって、何かが変わるのでしょうか。医学だったら、新しい薬や治療法の発見で、救われる人たちがいるので、よくわかるのですが、植物学って、新種を見つけた、その先にあるものを、知りたいと思います。第81話のあらすじです。万太郎が、植物採集の旅から帰ってきた日、寿恵子は、無事に、長女の園子を出産。新しい家族が増え、幸せな日々を送っていた。ある日、万太郎、波多野、藤丸の3人は、久しぶりに集まり、牛鍋を囲んでいた。植物採集旅行の話や、園子の話で大盛り上がり。一方、田辺は、万太郎の作った図譜を見ていて。